皆さん、こんにちは。1970年代後半、テレビドラマ、パパと呼ばないで、雑居時代、水漏れ康介、気まぐれ天使などで、次々と主演を務めると、ドラマは大ヒットを記録し、人気俳優としての地位を確立された。石立哲夫さん、2007年には帰らぬ人となられた。石立哲夫さんですが、存命当時は、芸能界最強と恐れられ、破天荒なエピソードも目立ちます。今回はそんな石立哲夫さんの死因と当時のエピソードについて紹介したいと思います。石立さんは1968年26歳の時、女優の吉村実子さんと結婚されています。お二人は1963年のテレビドラマ夏での共演で知り合われると、石立さんが吉村さんに一目惚れし、猛アタックの末交際に発展。当時の雑誌でも仲睦まじいご様子でインタビューに答えている石立さんと吉村さん。間もなく石立さんは吉村さんにプロポーズされるのですが、5年後の1968年12月12日、ようやく東京品川の高輪教会で内輪だけで結婚式を挙げられます。新婚旅行も横浜港から船に乗って神戸へ行き、奈良を巡って2泊3日で戻ってくるという、とても質素なものだったそうです。ちなみに奥さんの吉村さんはお姉さんがタレントの吉村麻里さんなのですが、麻里さんと箱根で遊んでいたところ、今村翔平監督にスカウトされ、いきなり映画豚と軍艦の主役に抜擢されデビューしており、以降今村監督の日本昆虫記、新堂兼人監督の鬼ババに出演されるなど、日本映画に欠かせない女優として活躍しています。同年11月20日に行われた婚約発表会見で、記者から収入について質問が出た際、石立さんが月に5、7万円と答えたのに対し、吉村さんは言葉を濁しておられたそうなので、今でいう格差婚だったようです。そんなお二人は前述の通り1963年に知り合い、結婚したのが1968年と、結婚に至るまで5年もの歳月を要しているのですが、それは石立さんの収入の問題だけではなかったようです。というのも、お二人は結婚後のためにとお互いお金を出し合い、家財道具を少しずつ購入していたのですが、ある日吉村さんが石立さんのアパートを訪れると、冷蔵庫など二人で買い揃えた家具が全てなくなっていたというのです。実は石立さんがギャンブルで負けてできた借金を返すために、これらの家財道具を売り払ってしまっていたのですが、それを知った吉村さんは怒ってアパートを飛び出し、石立さんの前から姿を消してしまったのでした。その後音信不通になって1年が経った頃、共通の友人に間に立ってもらって交際が再開したとのことで、石立さんはインタビューで、21歳で女房と知り合ってコツコツ家財道具買ったんです、それである程度出来上がって収入が7万円ぐらいになった時、博打に凝って借金が77万円もできて、家財道具を全部売り払った。これが原因で実行を起こらせ、1年間の別居事件を起こしての結論は、博打は大やけどをするほどやっちゃいかんという平凡な結論ですとおっしゃっていました。それでも結婚生活は順調で、石立さんと吉村さんは2人のお子さんに恵まれます。長男は1971年に誕生した大和さん、次男は1973年に誕生した隼人さんで、二人とも一般のお仕事をされているようです。ちなみに子供たちの名前は古事記から、次男の隼人さんの名前はなんと最初は区役所で拒否されたというのです。そこで石立さんは区役所職員と喧嘩し、じゃあ仮名で書いとけ、必ず元の漢字に戻してみせると言い残すという破天荒ぶり。その後制限撤廃で隼人さんのお名前は許可されたらしいです。お子さんたちのエピソードとしては、長男の大和さんは内閣総理大臣、次男の隼人さんは防衛庁長官が将来の夢だったらしく、石立さんは僕の基地の小意識の血の流れですかねと語っています。石立さんは子供を役者にしようという気は全くなかったらしく、子供さん自身も目指していなかったといいます。この時期石立さんは仕事面においては、パパと呼ばないで、雑居時代、水漏れ康介、気まぐれ天使など大ヒットドラマに次々と主演として登場、人気俳優の地位を確立し、
公私ともに絶頂期を迎えており、吉村さんは当時のインタビューで、主人は家庭的なとこは全くない人です、仕事に熱中すると家のこと忘れちゃうんですね、だいたい週に2回ぐらいしか帰らない、でも男の魅力って仕事をしてる姿でしょ、家庭のことなんかあまり関わらないで頑張ってほしいわ、あの年代では頑張って仕事してると思いますけど、と結婚生活の充実ぶりを語っていました。しかし1970年代後半になると石立さんはほとんど家に帰らなくなってしまいました。絶頂期にはタレント的に売れていた作曲家の高飛車なものの言い方に腹を立て、散々殴った挙句レミマルタンの瓶を投げつけたことがあるほか、首位打者を取ったプロ野球選手と殴り合ったこともあるなど、かなり荒んだ時期であることがわかります。最後に自宅に寄った1978年のお正月を境に、家族との関係は完全に断絶。石立さんが吉村さんと顔を合わせたのは、なんとそれから21年後の1998年11月、離婚が成立し、弁護士が同席して双方が離婚届に印鑑を押す時だったのでした。ちなみに21年も離婚されなかったのは、二人の息子さんが成人するのを待っていたためと言われているのですが、石立さんがこの21年の間にお子さんたちに会ったのはたったの2回だったそうで、吉村さんがあまりにも一方的で理不尽な別居に納得できなかったからだとも言われています。石立さんは1998年、21年別居状態だった吉村実子さんとの離婚がようやく成立すると、1999年頃からは静岡県熱海市に移り住み、自宅の近所で麻雀店を経営、月に4、5回仕事で上京する以外は自宅と麻雀店を行き来する悠々自適な生活を送られていたそうで、2004年頃には写真週刊誌に熱海で女性と同居していると報じられ、話題となりました。そんな石立さんですが、2007年6月1日熱海市内の自宅で同居している知人が、なかなか石立さんが起きてこないことを心配して午前11時頃部屋を覗くと、布団の中の石立さんの手が冷たく息をしていないことに気づき、慌てて119番通報。石立さんは救急車で病院に搬送されたのですが、病院で死亡が確認されたのでした。就寝中の午前1時頃、急性動脈瘤破裂による突然死だとされています。享年64歳でした。ちなみに石立さんはこの数日前の5月28日には10月に出演予定の舞台の打ち合わせを行うために上京し、この年だから何でもやるよと久々の舞台出演を非常に楽しみにしておられたほか、亡くなる前日も深夜まで自身が経営する雀荘にいたそうで、弔問に訪れた知人は毎日元気だったのに信じられないと突然すぎる死に驚いていたそうです。そして6月2日静岡県熱海市の成田山会長院でしめやかに通夜が営まれると、当初は近親者のみで執り行われる予定が、横内正さんなど俳優座養成所時代の先輩同期などが列席、熱海の近所の人々も集まり、弔問客は100人にもなったそうです。また6月3日には同所で告別式が執り行われると、親交のあった佐川圭介さん、大山信代さん夫妻ほか90人が参列、喪主は長男の大和さんが務められ、ブラウン管を通して見る父は格好良くて人気者でした。わがままな一面もあったけど、自由気ままに生き熱海の人に愛され幸せだったと思いますと語り、父親の死を悼まれたのでした。ちなみに同居している女性がいるということで、前妻の吉村さんの姿はありませんでした。また石立さんは離婚後息子さんたちに何度か会っていたそうですが、最後に会ったのは2年前の2005年だったそうです。いかがでしたか。石田哲夫さんは2007年5月12日バラエティ番組週刊エミッションに出演された際には、自身の人生を振り返り、前世紀には5億から10億ぐらい稼いだのに全部博打で使い切ったと豪快なエピソードを明かされるなど、自由に生きてこられたようです。晩年も女性と同居し、熱海の多くの人に愛されるなど幸せな時を過ごされたようで何よりですね。石立さんのご冥福をお祈りいたします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。
チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。